皆さんこんばんは、ななみです。今日は、報告動画になります。ですね、もう以前から質問コーナーだったりとかインスタの方ではもう発表していたんですけども、12月の13日に、私は目元の整形をしてきました。実際に行ったのは12月13日なので、今2週間とまあ4日とか、まあ、そのぐらいなので、あともうちょっとで3週間経つかなっていうぐらいなんですけども、まだね全然腫れててですね、こっから幅感がちょっと半分くらい、半分までいかないけどが完成形かなっていう感じになります。なのでなんかちょっと今ね、この見た感じだとすっごい目が腫れてて、もうなんかいかにもって感じ、もう本当に目がすごい腫れてるっていうのはわかるかなと思うんですけども、実際に行ったクリニックだったりとかどういった整形をしたのかっていうのをちょっと紹介していきたいと思います。ではまずどこのクリニックでやったかっていう話なんですけども、まず私が行ったクリニックは湘南美容クリニックの川崎院になります。でどうして私がこの川崎院にしたかというと、この川崎院のインスタグラムをなんかこう不意に見つけてですね、見た時にすごくね、私の好みななんかこう目の形にしてる先生だなっていうのをすごい感じたんですね。なんか私もここの先生にやってもらったら結構こう自分のなんていうのかな、理想の目になるんじゃないかなと思って、すっごくいろんなクリニック迷ったんですけども、こちらの川崎院の田中先生に実施していただきました。いきなり当日行って手術したわけではなくて、10月のあたりかなに一回こうカウンセリングに行って、田中先生という方にこういう目になりたい、こういう内容をやってほしいっていうのをお伝えして、そっから3ヶ月経たないと実際こう手術をしたりするっていうのは一応ダメっていうことになっているので、3ヶ月後からできるということで12月の13日に実施していただきました。でですね、私が行った内容は、二重ですね、二重のこの全切開ですね、たるみ取り併用の全切開法二重術両方ですねやっていただきました。で私はちょっとモニター価格になってるので、実際はまあ8万とか9万とかプラスで考えていただけたらなと思うんですけども、こちらがだいたい19万っていう感じでした。で目頭切開、目と目のこの離れてるのを近づける手術ですね、こちらが MD 式目頭切開法で、こちらも19万という形ですね、だいたいそのぐらい で、あとだいたいかかるのがその麻酔ですね、麻酔をやってもらってるので、まあ、それが4万弱ぐらい、あとオプションでプラセンタのドリンクだったりとか、なんかそういうアイクリーム、傷をちょっとこう早く治すというか、そういうお薬とかが、もろもろあって、まあ、大体3万5千円ぐらいがなんかそういうオプションになっているっていう形ですね。なので、まあ、大体なんですけども、実際いろいろポイントとか差し引いたりとかなんかいろいろあったので、こう全体的なこの金額でいうと、まあ、大体45万以内で収まったかなっていう感じの金額になります。でカウンセリングに行った時点で先に5万円を前払いっていう形で払っているので、実際にその手術する当日に払うのは5万円を差し引いた残りの分を払うという形になります。なのでカウンセリングとかに行った時点で、そのもう実際に手術するって決めてる場合は金額がね発生するので、まあカードを持ってる方だったら全然カードで払えるかなと思うんですけども、カードを持ってなかったりとかすると現金払いにはなるので、その現金はまあ6万ぐらい持っていくといいかなと思います。なので金額はだいたいこんな感じでした。で実際のその手術の感じをお話しするとですね、10時ぐらいから手術の予定を組んでいたんですけども、まあ、実際に手術するってなったのは本当もう、11時半過ぎとかなんかそのぐらいだったと思うんですけど、で手術のその時間的には目頭切開と二重の整形なので、まあ、大体2時間ぐらいで終わりました。手術当日は、まあ、飲食だったりとか飲み物を、2、3時間前から控えたりとかして、固形物のそういう食べ物とかっていうのは、まあ、大体その前日の夜から食べないようにして、夜ご飯食べ終わったらまあ何も食べないっていう感じで過ごして、まあ、朝水を飲んでそっから出発して、で10時に
一応開始だったんですけれども、10時半くらいかな、いろいろ写真撮ったりとか、まあ、こういう二重にしたいですっていうのをこう最終的にお伝えして、まあ線とか書いてもらったり、こうグイ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 こう目元をね、なんか針じゃないんだけど、なんかそういうのでこういう線にしますみたいなのをこう目閉じたり開けたりとか、そういうのを繰り返して線を書いてもらって、腕に注射をして、そこからこう、それも麻酔なのかな、それも麻酔だと思うんですけど、それもやってもらって、鼻にチューブで、そこからも麻酔を流していただくっていう感じで、で先生が入ってきてやりますってなったら、もうなんて言うんだろう、もうほんとすぐね、グワングワングワンっていう感じ、眠りに入る時の境目みたいな、この気持ちいい瞬間あるじゃないですか、あれがなんかこうバーって続いて、もうそこから眠ってて、気づいた時にはもう目頭切開の手術は終わってたっていう感じですね。一回起こされて、そっからまたこの後二重手術をしますということで、そっからまた風が鼻にこう入ってきて、またこうグワングワンして、また起きた時にはまあ終わってるっていう形でした。ちょっと最後の方起きたというか、ピーってやられてるなっていう感覚がちょっとあって、なんか痛くないんだけど、なんかこうなんか痛いみたいな感じで言っちゃって、そしたらもうすぐ終わるよって言われて、なんか安心したのかまた寝てて、で起きたら終わってて、で終わって普通に目開けられて、な写真撮ったりとかいろいろして、このね、真冬のサングラス全然いらないじゃんみたいな時期にね、でっかいサングラスをしてですね電車に乗って帰りました実際ね、手術した当日だったりとか、経過の目元なんですけども、映像がグロいというか血っぽい感じが出てるので、そういうのが苦手な方はちょっとこちらで見るのをやめた方がいいかなと思うんですけども、実際はこんな感じでした。実際に私が見せているこの目元、一番上が、手術した当日の目元になります。で、2番目の画像は1週間経って20日の日ですね、こう縫ったところの抜歯があるんですけども、その抜歯日の写真になります。そこから下は抜歯後の目元になるので、まあ、大体こう腫れがね、だんだん引いてきて、目元がねがっつり開くようになってきました。どうでしょうか、なんかこうどんどんね、目元もちょっと近くなってきて、目がガッと開くようになってきました。でなんかちょっとまぶたの上にかさぶたみたいなのができて、それがまあちょろちょろポロッとちょっと取れるようになってきたっていう感じですね。なので今日初めてメイクをしてみたんですけど、まあすごく腫れてはいるんですけども、まあそんなにこうがっつりやばすぎみたいな感じではないかなとは思います。ある程度隠せる感じ、この画像見てもわかると思うし、今このね、映像見ててもわかるかなと思うんですけども、ちょっと内出血が出てしまって、ここに私は内出血が出ました。でこっちは治ったんですけど、こっちがねまだちょっとここら辺がまだこう紫がかったというか赤みがかったやつがちょっと残ってて、まあ、これでもだんだんねかなりこのぐらいあったんですけど、ほんとちょっと人差し指でピンってやったぐらいの大きさにはなったので、まあ、もうそろそろ治るのかなっていう感じですね。なので実際にこう目元の周り、この上まぶたのところにあざがすごいできたりとかはしなくて、この下だけちょっと内出血が出てあざができました。全然ね今ね完成形ではないんですけども、メイクしてみてやっぱりこの目頭切開ラインを描かない楽さみたいなのがすごくて、ちょっとねそれにすごい感動しています。やっぱりメイク終わるのすごい早くて、なんか私のすごい時間かかってたメイク時間がかなりギュンとなったかなって思います。で前に質問コーナーで私二重幅は変えないって言ってたんですけども、やっぱりねこういろいろこのなんかカウンセリングしてから何ヶ月か空いたので、そのうちにねちょっとデザイン変えたいなって思い始めてきちゃって、私武井絵美さんの目元がすっごいね理想なんですよ。私末広二重の方が結構好きで、内側が結構こう細めに入って、あとこう広めにわーっと目尻にかけてこう広い二重幅っていうのは結構好きで、理想は本当に武井絵美さんの目なんですよ。そういうことも実際にちゃんと先生にこの人の目がいいですとかそういうのは言ってないんですけども、私の今の二重幅より
狭めてくださいっていう話をしました。前の二重幅だと結構目頭のとこからかなりこう広い線だったんですけども、そちらをちょっと狭めていただいて、こう全体的にほんとちょっとなんですけども二重幅を狭めました。なので今ね全然前より二重幅広がってんじゃんって思うかもしれないんですけど、それは腫れてるからであって、こっからだんだん二重幅が狭くなってきて、この目の上にカキピーが乗ってるみたいな状態が少しはこう抑えられるっていう感じになります。で、目頭切開の方なんですけども、もっとね私は近づけてもいいかなと思ったんですけど、やっぱりね欲張ってしまうとかなりねこう目頭切開っていうのは良くないみたいで、なので私は先生に私が離れ目で悩んでるっていうことを伝えて、なんか私はちょっとこっちの方が目の幅がちょっと狭かったので、なるべくこっち側を、まあ、多めに切ってほしいっていうか、こうちょっとだけ長めに切ってほしいっていうことだけはお伝えして、先生がバランスを見て切ってくださったっていう感じになります。今はこんな感じで、なので手術前の目頭切開ラインを書いてたぐらいまでやってもらえたかなと思います。ほんとねまだねこう目にカキピー乗ってるみたいな感じの目元です。もうインスタでも結構大量にこのちょっと目を見せてほしいっていうのをすごいいただいたので、1枚だけねちょっと載せたんですけども、やっぱり前の目の方が良かったですっていう意見もあったりとかしたんですけども、元の目を褒められるのはすごく嬉しくて、まあ、先生もね元の目をねすごく褒めてくださったんですよ。全然目離れてないよとか、目綺麗だねとか、なんかほんとね元のなんだろう自分の気にしてたところっていうのを褒めていただいたりとか嬉しいことなんですけども、やっぱりねこの顔面で生きてきたのは私で、これから先もこの顔面で生きていくのは私なので、やっぱりねこれに関しては自分が納得しないとやっぱりね終わらない、なんか一生の悩みなので、まあ、子供もできてそんなにメイクに時間をかけられないっていうのもあるので、まあ、やるんだったらこのタイミングしかないなと思ってすごく悩んだんですけども、実際に手術してきて今全然完成段階ではないですけども、すごく納得がいっているというか、やってよかったなって思っています。いやもうほんとね当日はもうドキドキとなんかそのワクワクがこう入り混じる感じで、なんか怖さっていうのはそんなになかったなって思います。どっちかっていうとやっぱこう楽しみだなって思って、それもそれでなんかちょっとどうなのって思うかもしれないですけど、私はとりあえずすごくなんか楽しみな状態で当日を迎えました。まあその隠したりとかすることもできるとは思うんですけども、そう壁を作ったりとかもしたくないなっていうのがあって、まあやったものはやったよっていう風に伝えた方がいいんじゃないかなって思って、私は割とそういう性格なので一応報告という形で初めからもう整形しますっていう風にはお伝えしました。まあ、全員が全員賛成してくれるわけでは全然ないと思うし、その前の顔の方が良かったっていう方も全然いるかなと思うんですけども、私は今実際に整形してきてすごく良かったなって思っているので、ということで今回は報告という形になったんですけども、今実際に話した内容だけじゃ全然まあざっくりなので、なんかもっと詳しく知りたいっていう方もいるかなと思うので、まあ、インスタだったりとかに、質問をくれれば、返せるかなと思うので、ちょっと整形したいなって思ってるけどどうしようかなって悩んでる方の参考になればいいなと思います。それではこの動画が良かったらグッドボタン押してくれる人いるのかな。ちょっとそこあれなんだけど、参考になったよっていう方がいればグッドボタン、そしてチャンネル登録はこちらからよろしくお願いします。バイバーイ。